中谷選手
頭をかがめてから、上からオーバーハンドを、はい、っていうのは見えにくいし、はい、ここは右のアフター、伸びした、せっかさらには右のストレート、あの右のストレートは警戒をしたいと話をしていたのがチャンピオンの吉野です。まあ、ベルトがかかった視点でもありますが、チャンピオン吉野対チャレンジャー中谷というよりも、この試合も1対1の戦い、どちらが本場のリングに進むんだという、そういう視点でもあります。この中谷選手のジャブが、はい、
厄介というのか、なかなかこう自分の距離に入らせてくれないところがありますよね。はい、この拳で海の向こうで3年前には後に統一王者となるテオピモロペス、そして去年はロマチェンコとも渡り合ってきました。まあ、どちらの試合も黒星を喫したんですが、村田さん、はい、海外での中谷の評価は決してむしろ下げるものではなかった一戦でもありましたね。テオピモロペスとの試合はもうすごく評価を得てですね、はい、まあ、そこから海外から逆にホームランがあった選手ですね、はい、その中谷に対して右のストレートを伸ばしていきました。まあ、村田さん、本場のリングに呼ばれる、戦うことを許される実力、まあ、それがこのライト級で実現すること自体がすごいことだと思います。すごいことです。だからこそ吉野選手が戦いたいわけですよ、自分がこの中谷選手に勝って、はい、その役割を自分が担いたいと、はい、だから本当にその気持ち同士がぶつかり合うような試合展開になってますね。そうなりますね。ですから、まあ、チャンピオンという肩書きを背負っているのは吉野なんです。むしろ、まあ、世界の市場から見ればチャンピオン吉野が中谷を倒せば、あの中谷を倒したじゃアジアチャンピオン吉野はという評価がまた世界では明らかになってくると思います。それだけこの一戦の持つ意味は、この先の本場のリングに向けての扉を開くための大きな鍵を握っている一戦でもありますが、右のストレートを刺してきたのは中谷です。またこの第3ラウンドは山中さん、吉野が手を強くしていましたね。そうですね、吉野選手が攻撃すると決めて、手を出していった時には非常に攻撃するんですけど、少し頭を下げられた、これ左の方に刺していった、しかし吉野も左を打ち返していく、左の方にアップを狙っていきます中谷です。吉野選手もともと左ジャンプもすごくいいものを持っているので、そっちですけど、やっぱり中谷選手のジャンプも非常にいいものを持っているので、なかなかジャンプが出しづらいところはありますよね、はい。今は中谷がカウンターで右を当てていきました。中谷入らせない、入らせない、しかし右のストレートは頭の位置を下げてかわしている、そこに近づいてきたところ、この迎撃用のアッパーを出してくる、右のストレートを外して吉野のコンビネーション、しかし当たりは浅い、また距離を取ります、しかしロープを背負った中谷、なんと3つ目を切ることができません吉野です。このラウンドも残り10秒を切りました。中谷の左の目の下の傷は止まっています、出血は止まっています。勝敗のポイントは山中さん、はい、どこに見ますか。そうですね、吉野選手の決め方というのは非常に良かったんですが、そのプラスあのジャンプから、はい、ジャンプいいな、あのジャンプから攻撃していけば余計に、中谷選手も、いやーですし、使い方としてはジャンプから蹴るのは中谷、吉野選手いいんじゃないですかね。そう、左もっと上げて、もっと上げて、
最終的にこの BDS ね、まあ吉野選手がよくして前に出て当てたと、まあこれは吉野選手を褒めるべき、本当に大事なラベルですよ、お互い大事ですよ、はい、中谷はどうにかバレーしてきた、裏を張ってきた右の背中が左ボディーだ、中谷選手は近い距離での戦いを選びましたね、はい、距離取りませんね、そうですね、この選択は村田さんどう見ますか、いや、いいと思います、右のショートだ、しかし曲がりながら右のストレートを見せて渡していった、